経営の目的は人づくり永続はそのための目標である道経一体の人生づくりと経営第百四講義我窓理論皆さんこんにちは道徳と経済はもともと一体であった道徳経済一体思想その道経一体思想をテキスト道経一体経営言論をもとに ともに学ぶ音声による講義です解説をいたします MBI 講師の久保山です今日も共に学んでまいりましょうさて今日の講義は416ページから割れ窓理論ですねマーケティングの4番目マーケティングの具体的手法と概念ということで今日は割れ窓理論ということなんですけれども 前回ハインリッヒの法則をししました。このハインリッヒの法則というのは1対29対300の法則とも呼ばれていて一つの重大な出来事が起きる裏にはそのシグナルとしてちょっと中規模の「えっ?」と思うような事故が起きてくるんですよとそしてその29それが29ぐらいあるとその29ぐらいの中規模的な事故の前には日常生活の中で異常ですね それをヒヤリハットというふうに表現してますけれどもヒヤリハッとするようなそういった出来事がシグナルとして起きているそれをキャッチする現場の人たちがキャッチする例えばお客様がね店内で転んだああよかった転んだだけでよかったですね怪我をしなくてよかったですねで済ませることなくこういう出来事がありましたというようなそういうほうれん草の仕組みとか、ね、そしてトップが それをキャッチしてこれは大変なことが、ね、起きる前兆じゃないかというふうにキャッチすることができるかそしてその仕組みがあるのかそれがあることが重大な災害を防ぐ、ね、仕組みとなるというふうな話がありましたけれどもその前回のハインリヒの法則と合わせて覚えておいた方がいいのが今日の割れ窓理論ですねで。この割れ窓理論っていうのは何なのかというともう簡単なんです。割れ窓 窓ガラスが割れた状態にして置いているとそれが重大な犯罪を招いていく原因にもなりうるという理論なんですよですから割れ窓理論でこれはですね他にもいろんな例えがあるんですね例えば会社の中で言うならば室内の蛍光灯のうちいくつかが消えているような企業は要注意、ね、それからトイレがなんとなく汚れている会社これは危険だよ 窓のブラインドのことも書いてあります。これ417ページね。窓のブラインドの端っこが折れている会社は危ないよ。それ何ですかって、なんかね、あの、黒猫が目の前を通ると今日は不吉なことが起きるっていう、そういうね、オカルト的なそういうことではないんですよ。これ実際に、この、例えば先ほどの室内の蛍光灯のうちいくつかが消えているような会社は危ないよっていうのは、そういったことに誰も気がつかない。 ね、自分の仕事だけできていればいいそういった環境のね変化汚れているとかトイレが汚れているとか室内にゴミが落ちているとかそういったことに誰も気が付かないというような目配りそして気配りができない会社というのはいずれ仕事上のトラブルとかお客様の声とか商品上の不備とかそういったマーケティング全般にそれが影響してくるって言うんですよね。 これはね、非常に本当に大事なことだと思います。ね、今日このね、418ページ、言論の中の498ページのね、最後にこのように書いてあるんですね。小さな善事でも、小さな良いことを積み重ねればね、ずっとそれを積み重ねていけば、やがて偉大な結果に結びつく。一方で、逆もまた然りだって言うんですよ。小さな悪事。 で心がここ,ここが問題なんですよね。小さな悪事。それを積み上げていくと想像以上に悪い結果になるんですよと書いてあるけれどもこの小さな悪事というのが先ほど言うように悪事と本人たちが思っていないところが始末が悪いという話なんですね。例えばねえ この割れ窓理論で言うとガラス窓が割れてねあ割れてるけど修理にお金がかかるしまあガムテープかなんか貼っとけばいいかというふうにしていると実は何でもそれが結果つながっていくって言いますよね例えば不正にしても何でもそうじゃないですかねあのよくねあのスーパーマーケットのレジの不正っていうふうな話もね昔聞いたことがあるんですよ最初はねもう10円とか100円の小さなお金だっていうんですね それをたまたまこれ拾ってポケットに入れて後でね戻しておこうと本人は思ってるんですよしかしその入れ忘れた後にあれたまたまプラスマイナスがゼロだとあれじゃあこれは私のレジから落ちたものじゃないんだまあいいかもらっとこうこのもらっとこうというこの気持ちが結果500円1000円そして1万円といったような多額の金額を ね、そういった不正をするような行為にも鈍感になっていくって言うんですよね。でこれびっくりするのがねまあいろんなそういった話があるんですけれどもそれと同じようだっていうんですよこの割窓理論っていうのがこれは前回のハインリヒの法則とも合わせて考えると非常にね通ずるところがないでしょうか。ね皆さんどうですか そしてこれがね、重要な、一番重要なことがあるんですよ。いろんな失敗とか過ちとかね、そういうことがあるんですよ。あの事件も起きるでしょう、事故も起きるでしょう、店内でさまざまなことが起きたり、現場ではね、いろんなトラブルが起きたり、いさかいが起きたり、そんなのはね、中小企業には日常茶飯事ですよ。日常茶飯事でもいいけれども、それらがすべてトップに上がってくる。ね その一つ一つをねこりゃ大変だって大事件だっていうふうに言,言えって言ってるわけじゃないんですよ。何が、何がね大事なことなのかというね本末慶長終始の敬長、軽いどれをね重きとするか重い軽いどれを大変なことだ。 これはほっといたらいけないという風にするかということの標準基準をね学ぶためにこのような同型一体経営言論のようなものを学び続けて肌になじませない限りその判断というのはできないじゃないですかね学ばなければ判断の基準も分かりませんもちろん学んだだけで実行できないっていうのは学んでないのと同じだっていう考え方がありますよしかしね 人生人というものはやはり無知で無知である自分たちは何にも知らないというふうに謙虚に学ぶとこからしか成長というのはないような気がしますよね。今日のお話もそうだと思いますこのハイン・リッヒの法則に続いての我れ窓理論この我れ窓理論っていうのはねアメリカのジョージ・ケリングさんっていうのがニューヨークのね犯罪からね実証したっていうんですよね。 あのニューヨークの地下街にね地下鉄が走ってるんですけれどもあの地下鉄に、ね、もうさまざまな落書きがされているって言うんですよ。で犯罪が多い犯罪が多いこととこの落書きは関係してるんじゃなかろうかというふうに考えて地下鉄の落書きをね長い時間をかけてきれいにするとなんと地下鉄での犯罪が減ったって言うんですよね。それと合わせて割れまどり論というものが出来上がっていって今現在。 経営者の多くは、ね、ハインリーヒーの法則もそうですし我れ窓理論日常生活で起きる小さな事故とか事件を、ね、シグナルとしてこれはね大変なことにつ,がつながる前に自分たちのいろいろなも、ね、のの考え方とか現場の社員たちのものの考え方とかが少しずつずれていってしまってるんじゃないかという戒めとしてそれをね自分たちの経営の中に生かしなさいっていうのが これなんです。今回これがマーケティングの中に書かれている理由は前回お話ししましたけれどねマーケティングというのはクライアントとかお客様、ね、そのお客様やクライアントさんたちに価値ある提供物、ね、価値ある商品やサービスを生産して製造して伝達して販売してそして 回収していくという一連のの流れのプロセスでであありり仕組み作りであるというふうにアメリカのマーケティング協会では定義されていると言いましたけれども何回も言いますどんなに優れた商品を作ろうとどんなに優れた仕組みがあったとしてもそこでその仕組みや商品を販売して製造していくのは結局は中小企業の場合人という人の力を借りなければ でできないわけですよね大手になってくるとその資本力で、ね、今現在機械化とかね OA 化そして IT 化 IoT 化そういったことができるかもしれないけれどもまだまだ中小企業というのは資本もないしつまりお金もないし、ね、そういったことを稼働させることのできる人間力もない人材も持ってないそれが中小企業ですよね。ですからその中小企業が そこで働く人たちとともに一歩一歩成長していくには永続がいる永続していくためには会社が適切なる利益を出す必要があるこういったねシンプルな本当に考えればシンプルな理屈ですよね全てはそして決めるのはトップ経営者若かろうが経験がなかろうが未熟だろうが 代表取締役社長という肩書きがついた瞬間に決めるどちらに行くのか大きくするのか永続なのか何でもいい何でもいいんですよトップが決めない限り永久に永遠に同型一体の経営なんて実現することはありませんしましてやチェーンストア理論チェーンストア理論でチェーン展開 それができたらいいなぐらいの考えではね、絶対になりませんよね。どんな師匠、どんな指導者に学ぼうとした、学んだとしても、決めるのは社長です。経営者である社長が決めなければ、そこで共に働いている幹部も社員も、ね、どんなに知識があろうが、どんなにやる気があろうが、そのやる気や知識は、ほとんど、 役に立つことはなくなくってしまうそれはなぜなのかハインリッヒの法則もしっかりそして今日の我れ窓理論もしっかりそれをキャッチすることができるかそれはやはり経営者にトップにかかっているそしてより良い経営というものがどういうものなのかこれも学ぶこれも経営者が決めることでありそしてトップという肩書きがねついた人はそれは自分の人生のその時期の ミッションであると考えて、やはり道を決めていく、決断していく、これが大事なことではないかというふうに思うわけですね。大変だと思います。ね、だから経営者は孤独だというふうによく言われますけれども、しかしね、孤独であっても、その孤独の、ね、先に、他の普通の経営のね、幹部や一般社員が、 味わううことができなないような素晴らしい次元の体験も当然あるはずです。同系一体の経営人生づくりと経営この勉強これは経営の目的は人づくりとしてその先にある経営者にしか味わうことのできない喜びのために学ぶ必要があるのかもしれませんよね。我理論。 割れた窓ガラスをそのままにしておくことはダメだそれは自分自身のためでもあるキャッチするその感性と情報とそしてその仕組みづくり是非取り組んでみませんか今日は以上で終わりますまたお会いしましょう